おはようございます。本日は2022年の12月の2日金曜日、ここは神戸一の繁華街三宮でございます。今日はですね、あそこに見えます、いつでも修繕工事中みたいな作りをしております。丸いね、路地があります。まあ、僕がおかしいだけなのかもしれないですけどね、普通なのかもしれないですけど、まあ、そんな感じでね、今日なんでその丸い路地があるのか、なんとね、ぼっちザロックのポップアップショップ今日からでございます。今ね、だいたい9時15分になるかならないかぐらいなんですけど、まああとね1時間後ぐらいにですね、あそこで整理券をね配布するようになっております。まあそこまでね時間を潰すようになっております。でですね、ぼっちザロックのね、まあ商品をね、いろいろ買っていきたいと思います。はい、現在10時前でございます。こんな感じでもう丸い目の前ですよ。さっきのところとはね逆でした。で仲間たちはもう来ておりました。もういやー、あと15分ぐらいです、整理券の配布までね。そんな感じで待ちたいと思います。いただいてまいりました。やってまいりました。私の入場時間まであと10分ぐらいでございます。こんな感じでいろいろ買ってきました。後でフリー入場行ってきます。はい、フリー入場の時間でやってまいりました。こんな感じです。はい、まあ動画がどんな感じになってるかわからないんですけれども、まあ最初に言っておくと、開封動画はここではね行いません。家帰ってやります。ちょっと暗すぎてちょっとできませんので、はい。で、一個商品紹介したいんですが、まあ、その前にね、本日の工程が何があったかというと、まずはね、あそこメリケンパークでですね、まあ、ワールドカップについてので、ね、動画をね、作るみたいなことで、ね、やってました。意味わかんないね、本当に。何やってたんだろう。で、まあ、ぼっちザロックのね、本日のメインでございます、ぼっちザロックの、ポップアップショップ初日にね、まあ、商品を購入しに行くといった感じでございます。さっきも言ったんですけど、まあ、買った商品の紹介っていうのは1個だけするんですけど、とりあえず開封動画等々は、ちょっと家帰ってからやりますといった感じでございます。そんな感じでね、まあ、ちょっと、じゃあ、まあ、とりあえずここでするんですけれども、まあ、そんな感じでね、もしかしたら終わりかもしれないので、はい、とりあえずね、ここで、ご視聴ありがとうございましたというふうにしておきます。ほんとすいませんね、もうめちゃくちゃな終わり方で。